分やめるか続けるかのどっちかじゃん。うん。で、まあだから音楽はまだちょっとやりたいかな。でも全然やめようと思ったよ。うん。簡単にやめれるんだな、やめたいと思えるんだなと思った。結果的に望んだ結果になりました。うん、方向的には俺の望んだプロセスになったというか、まあ彼がそういうスタイルのラップをやらなくなってって、それ以外のところに対しては全く文句ないんだよね。もう俺たちはもうゴンフィンガーですよ。やったーみたいな。あ、そう。アルバム買ったからね。うん、うん、ノリノリで車の中で聴いてたから。もう最悪だったね、その時は。うん、もう最悪だったね。なんかあんまり思い出したくないね。うん、うん、俺はなんかその気持ちは他の人に味わわせたくないから、俺はディスは反対かな。うん、普通にアワードの会場で、うん、あの KW さんに、うん、もうみんなにさいられちゃって困ってるよみたいな、うん、なんかジブさんには、うん、なんかその当時は確かペスが、うんうん、普通にいや俺はリップのことは言ってないからみたいなことを、うん、言ってもらえてとか。そう、俺すっげー覚えてるな。そのなんかのアワードの会場のね、そう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 、入り口のとこすれ違う瞬間だよ。そう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 、すげー覚えてる。そう、あの俺言ってないからね、言ってんのこの人だからっつって以前キングイドラがね、公開処刑っていう曲を出したじゃないですか、はいはいはい、あの時に僕はあの公平ジャパンっているよね、はいはい、マミリの弟ね、はい、お公平っつって、はい、お前アンサー書けよお前っつって、お前だ KG って言われてんじゃんっつって、公平ジャパンマジもうアンサー書けよお前。これはすごい。もうライムスターとか完全無視されたりとか。ああ、そうなんですか。ケイダブさんはもう。ケイダブさんライムスターに無視されたり。レコーディングスタジオにいるからって挨拶に行ったら完無視されて。いや、後輩にね、まあ、直の後輩ですからね。公開処刑タイトルが悪かった。あれは例えば、弟たちへの手紙みたいなタイトルで、もうちょっとそのリリックの書き方も変えてやってたら、もっとちゃんとうまく伝わったんじゃないかなと俺は思うから、ちょっと反省もしてるわけ。あの真似をやめてねって言ったら真似やめてくれたからもういいじゃないですか、そんなことはと俺は思ってるんですけど。じゃあ円満、これ僕はね、はいはい、でもほらあのほらあのなんていうのかな、向こうは向こうの気持ちがあるから、向こうの気持ちのいい時にまたあのなんかできたらなと僕は思ってますけどね。はい、あの嫁同士はあの2人でプラス友達とかでカラオケ行ってグレートフルデイズ歌うごめんね、許してくんね。午前10時、部屋の中はすでにサウナ、この暑さじゃ目が覚めちまうな、冷房ならあるが喉に悪いし、朝起きた時気分だりし、とりあえずは復活のシャワー、ゴシゴシと頭洗いながらボブの歌かなんか